ニコラ・ミトロビッチは、セルビアのサッカー選手。元セルビア代表。ポジションは MF。1997年に10歳で不景なプレダク、クルシェバツに加入。2004年にトップチームに昇格し選手になった。同学年に、ミランガイッチがいる。2007年7月23日に3年契約で、パルチザンベオグラードに移籍。10課の控えであったが、 15試合に出場。ポジション争いの激しさから2008年夏に、ナプレダク・クルシェバツに期限付き移籍。2009年は、FC ボルガニジニノブゴロドに在籍。2010年初めに再びナプレダク・クルシェバツに戻った。同年夏に、ネムゼティバイノクシャーグアイのウイッペシュと FC に移籍。三十試合のうち十九試合に出場し、ライバルのフェレンツバーロシティシー戦では、 得点を記録し、6から0の完封勝利に貢献した。2011年6月28日に2年契約で、ビデオトン FC に移籍。レギュラーとして、マジャルリガクパ制覇に貢献した。2015年9月、UEFA チャンピオンズリーグ2015から16、グループリーグのチェルシー FC 戦で、セスクファブレガストセル、ミトロビッチ2013年8月4日に、 イスラエルプレミアリーグのマッカビテルアビブ FC に延長オプション付きの1年契約で加入。パウロ・ソーザ監督の遺跡に追従する形となった。2013から14シーズンにディフェンディングチャンピオンとなると2014から15シーズンにはトレブルを達成。UEFA チャンピオンズリーグ2015から16で同大会初出場し、スラビシャ・ヨカノビッチ監督の下で 国際大会4試合に出場した。2016年1月10日に彼自身の要請があり、対談。マッカービテルアビブ対談から数日後に中国サッカー、高級リーグの上海サル、に移籍。半年でイスラエルに戻り、8月末にブネイエフダテルアビブ FC に加入。翌2017年1月にキプロスファーストディビジョンのアノルトシスファマグスタに移籍。 2017年9月に、フルスのナプレダク・クルシェバツに、自由遺跡で加入。2018年1月にエクストラクラサノビスは、クラックフに、半年の契約で加入。2018年8月に1年契約で、アゼルバイジャンプレミアリーグのケシュライフ系に加入。2010年4月に行われたキリンチャレンジカップ2010の日本代表戦で、ルボミール・フェイサに代わって出場し、 代表初出場、ありがとうございます。